3パワフル疾風伝です。渦巻ナルトとロックリーの2人の主人公で繰り広げられる全く新しい SD ナルトがコミカル忍者アクションとして 3DS で新登場します。素早くゴールを目指したり特定のボスキャラクターを倒すなどのミッションがナルトモード、ロックリーモード合わせて100以上あるそうで、プレイヤーはコンボや忍術、必殺技を駆使して立ちはだかる敵を倒していきます。さらにナルトやリーを助けるサポートキャラも充実しており、サクラやサイ、ヤマトなどと共に協力しながら敵を攻めていきます。彼らはタッチスクリーンにタッチすることでプレイヤーを助けてくれます。そして待ち受けるボス敵にはカカシをはじめとする多彩なキャラクターが登場するそうです。バンダイナムコゲームスさんのナルト SD パワフル疾風伝はこの冬発売予定です。